できねえよ。はい、どうも、タイです。じゃはい、今日ですね、ミスタージャンプっていうトランポリンの施設に来ております。はい、今日はね、初めてこのウォールトランポリン、今までね、テラトランポリン入れてきたけど、やったことなかったんですよ。はい、なんで、ちょっとどれぐらいできるかわかんないんですけど、ちょっとね、挑戦していきたいと思います。意外とね、高いんだよ、これ。怖いな。はい、でもね、楽しく、ね、できれば、怪我なくできればと思います。それでは、行きましょう。どうぞテラズチャンネル。じゃあ、例のごとくね、準備運動していきましょうか。じゃあちょっと難易度の低いね、こっち側からやっていきましょう。まずここだよね、ここね、登れるようにならないと。やってみましょう。やっとできた。なんかね、やってて気づいたのが、上半身をね、やっぱね、前に前に起こして前にっていうのが大事かな。で、あと蹴り、壁蹴っちゃうとね、意外とできないんだ。だ、本当にちょっと触れる、優しくね、ソフトタッチぐらい。いや、むずいね、これ。
ね、壁の本のね、もう無だった、もうちょっとだったんですけどできなかったんで、あとはね、もう壁からくるくるっていう系の技やります。マジでオールトランポリン全然違うわ。思ったよりウォールトランポリンダメでした、ね、どうしようどうしよう、こんなんじゃなかった。こんなんじゃなかったよ。いやね、いやほんとほんと、いや壁高いんだよ高いんだよ、なんかさもう高いんだよ。いやマジでマジで、おほら危ない危ない、高いんだこれ、思ったより全然技できない。あの実は視聴者さんからあのリクエストいただいてウォールトランポリンやってみたんだけど、いやーね、テラができないの露呈したよね。マジかって思った。いや難かったな。ちょっとねまた練習して、もう壁使ってね、もうパルクール的にくるくるってできるようになるとなりたいと思うんで頑張ります。皆さんもね、ぜひトランポリンやってみてください。それでは今日はこのところで、バイバイ。